みなさんこんにちは。こんにちは。はいバルセロナからユーミングです。今日は四月の六日ですね。はい。今日に、ね、さっきね。は四月の六日ですね。ちょっと待ってね。はい。ええー、さっきね。ええー。 満月の時間を迎えてですね、えー、今日は満月の時間にお月様とちゃんと迎え合える時間だったので、えー、屋上に上がって、えー、満月のその時間に、えー、お月様と、ね、お話をしてきました。こういうことって <laughs> 私にとってこう今を生きるとかね、一瞬を生きるっていうことを意識するようになってから、こういうことを大事にするようになって、で今もね、あのコーヒーを入れながら、 あのあライブの時間だと思っていたんだけれどもあのこう頭がやっぱりこうね先のこと先のこと後やあるいはその前のことにこう言ってるなっていうのをすごくなんか感じましたやっぱり今この瞬間に例えばコーヒーを入れてるそのコーヒーの湯気に気持ちを集中してみるみたいなことをねやってみたりとかあるいはその満月のその時間に満月と向き合えるまあそういう時間に満月 お月様のことを考える。うん、でもそうですね、でも訓練して意識しないとやっぱりこう私たちの意識ってものすごく動いている。でもその動いていることこそが実は生きている、ねえー、ことなんだよっていうふうにも思っています。うん、またその話をね、いつかゆっくりしましょう。ではあの、ね、皆さんと一緒にね、今日は、えー、ソクラテスの問答法についてお話をします。 今週はね、えーと、問いかけ、質問というところから入ってきてですね、それを考えてみようというところから入ってきて、質問に関わることわざ、そして問答ということをお話し,しました。要するに問いがあって必ず答えがある、あるいはその問いと答えで議論になっていく、えー、そういうものとして問いかけがあるんだよ、あるいは答えを出すためにね、問いかけがあるんだよというふうなお話をしてまいりました。 うん、問答というのはですね質問を問うことと答えることそしてそれが議論になってねあの言い合い言い合うこと、えー、そしてそれがひいては自分たちをこう気づかせる深めていくことになるんだよというふうな問答の存在、えー、それが哲学とかそう、ね、哲学とか宗教から 始まってそして道徳の道、そして今では教育、科学、芸術、心理学、自己啓発の世界にもこの質問問いかけ、そしてそれに答えるという問答のやり方が引き,、ね、引き継がれているというお話をしました。でその中で昨日ご紹介,あの紹介したのがですね、あの全問答全問答 本案と言われるものをお話しましたけれども、今日はですねソクラテスの問答法についてお話をしたいと思います。はい、ソクラテスは西洋哲学の層を描いた人、層を築いた人というふうに言われておりますけれども、うん えー、このことが生まれたのがね、えー、紀元前470年、そして399年に、あの有名な、ね、あのソコラテスの裁判で、えー、それでその後、えー要するにえーそ、死刑になってしまうという経緯なんですけれども、そのお話もすごく興味深くて。 えと今これからお話ししますけどね。で、とにかく釈迦とキリストと孔子とソクラテスで四大聖人と呼ばれているというふうに書かれてありましたが、なるほどと思いました。実はこの方々はね、あの紀元前に生まれて、あキリストは紀元の,その0年ということで生まれているので、そこから西洋の,あの西暦が始まっているんですけれども、えー、それ、キリスト以外のこの3人の方々は、 あの紀元前に生まれているしそして実はこの方たち特に釈迦キリストそしてソクラテスはね自分たちへあの何かをか書き残したのではなくお弟子さんたちが書き残したものがほとんどということなんですよね。そしてそうソクラテスとねあのこの方たちの共通点もいろいろあるんですが今日は「ソクラテスの問答法」です。 はいえー、これは質問を繰り返すことで論理的な考え方を身につける質問答法、問答法、教えるのではなく気づかせる、相手に質問を繰り返すことで考えの矛盾に気づかせるというふうに現代の説明ではなっておりますが、どこからこの、ね、問答法が始まったのかというと、えー、そう実はソクラテスは、 この汝自身を知れという言葉がありますこれはギリシャの神殿に書かれている言葉でこれはソクラテスの言葉という説もありますけれどもこれはギリシャのデルフォイ神殿に書かれていた言葉だと言われていますつまり自分自身を知ることそれが最大のこの人生の中で大事なことだよというふうなことを彼はそれをもとに生きてるんですが実はあの彼がどうしてそのね この無知の血とかそういうことを、えー、ずっと問い合わせそして人生ずっと、ね、問い続けるようになったかというとあの神様のその信託でねえっ、ー、とミコさんにどなたかが本人だったかなソクラテスがより賢い者はいるかというふうに聞いたでなんですねミコさんが、えー、ソクラテス ソクラテスほど賢い者はいない、それ以上に賢い者はいないというふうにその神様のお告げとして答えたんですね。でもソクラテスは自分が一番賢いとは思っていなかったんです。なのであの、なんでそういうふうに言われたのか分からなかったんですね。で、自分より賢いと言われる人たちにずっとその,その人たちが知ってること、それがその人たちの。 知識を確認するためにその人たちに質問をして回った。そこでですね、うんと、その皆さんが結局、そこらですが思っていたほど彼らはものを知っているのではなかった、うん。要は彼らは知らないことを知らないというふうに思わず自分が持っている知識を持ってその知識で話をしている。それが 自分たちの知識を持っている、それだから知っているというふうにね、思っている人がほとんどだったそうなんです。で、一方で、ソクラテスは自分は何も知らない、何も知らない、もっともっと知りたいと思っていた。そういう存在だったので、そのいろんな人たち、偉いと思う人たちに質問した。ら実は知っていると思っている人は何も知っていない、分かっていない。でも、自分は知らないということを知っている。 それで、無知の地というね、あの有名な言葉になりましたけれどもあの、自分は知らないと思っているから賢いんだという神様のお告げに気づくんですね。要は、知らないと思っているものほど賢いんだ。つまり、えーねえー、それを知っていくことが私たち人生を歩んでいくことなんだというふうに、えー、ことを彼は気づくんです。 ね、このソクラテスの話すごく面白いのでまた違う機会に、えー、たくさんお話をしていきたいと思いますがいずれにしても彼が、えー、言ったのが知らないことを知っていると思い込んでいる人々よりは知らないことを知らないと自覚している方が賢いというふうに彼は悟るというかね思うんですでもそうやって質問をしまくったおかげでですねその質問をされた人たち偉い人たちが 教養のある人、政治家とかね、そういう人たちが、すごい嫌な思いをしてしまったので、そして、その、ね、アテネの市民の人たちのほとんどがそこなんですよ、ソクラテスを嫌いになってしまって、そして、あの最後なん結局、いろいろなソクラテスの罪状というふうに言われて、その当時の国境を信じていないとかね、国境って、教教 えー、教えなのでその罪で、えー、ソコラテスは裁判にかけられ有罪になって死刑というふうになってしまうという話なんですが端的に話してしまうと、えー、あまり <laughs> 何事にもよくご、ね、分からなくて誤解のようになってしまいますがとにかくこの方は本当にすごいなと思うのは自分が無知であることを知っていたということだということを今日お伝えしたかったんです。 ありがとう。ルイルイイがが来てくれたありがとうございます今日はね、ソクラテスの話だったのよ。ちょっと難しい話になりそうだったので、あのもうちょっと簡単にね、話ができるように、ちょっともうちょっと噛み砕いていきますそう。ソクラテスって死刑だったのよ。私もね、知らなかったの。それで、あの、有名なソクラテスの弁明という,、えー、こう本を、後でプラトンが書くんだけれども、その、どうして結局、 えー、無罪を主張せずそして,、えー、なんていうそこから追放されたりあるいは、ね、あのこう逃げることもできたんだけれどもソクラテスはその、えー、死を選ぶという、ね、そのソクラテスの死という形でまたそのストーリーが書かれているんですけれども要は最終的にソクラテスがどうしてその死刑を選んで自分が自ら死んでいったのかというのは、えー、自身の知恵の愛 えー、単に生き,るのだけ生きるのではなくよく生きるつまり知ったふりをして生きていくよりも知らないことを知らないというねことを知っているということのまま自分は死んでいくことを選んでいく。 そんなふうにソクラテスの弁明で言われているそうです。この辺りは面白いので、もっともっとね、調べてみたいと思いますが、とにかく全問答にしても、ソクラテスの問答にしても、どうして私たちは生きているのか、何のために私たちは生きているのかというのを改めて考え直させてもらえる問答法、そして後半だなと思いました。はい、10分間でお話しするのは難しいですが、伝わったでしょうか はい、えー、ワールド・オブ・ワーズユミンのワールド・オブ・ワーズは言葉の世界を楽しもうということでそのねいろいろな言葉に関わるお話の本当に一部をねお伝えしながら皆さんに言葉というものに興味を持ってもらったり、えー、生きるということあるいはね私たちの存在について意識することについて 意識してほしいという思いで、ね、このワーライブを続けております。はい。ということで、皆さん、今日もありがとうございました。明日金曜日はねそう、講師の話を取り上げたいと思います。ルール見てくれてありがとう。感謝します。はい。ワーカイブで見てくださる皆さんもありがとうございます。では、今日も良い一日をお過ごしくださいね。満月の日です。ではでは、失礼します。